こんにちは。秘術ウィッチです。それ以上に言うことがあるのかってくらい秘術ウィッチです。ただ新カードが実はアディショナル前から追加されていたりと地味に変化はあります。地平の魔女とかね、謎に追加されたドロソ要因で、秘術持ちだからサーチに引っかかるとかいう謎カード、それも別に確定サーチでなければ気になりません。強いか弱いかで言ったら弱いと思ってますけど、今回のデッキの仕組み的にはあってもそこそこ困りません。ミデロがいますからね。とりあえず手札がいっぱいあれば最終的にミデロで勝つことが可能ですし、ライリーが手札に来ないで山札に眠っていた場合、もう全部引いたら火力お化けでしょう。山札に眠っていたらですけどね。純粋な秘術の構築でパネラとか大魔女を使っていくと、相当な速さで土を7消費してしまうので案外山札には眠ってないんです。難しいね。1枚引けば直接召喚は2枚。1枚出てきたら山札に眠るライリーは1枚。そうなってくるとミデロで引ける確率は結構減っていきます。レビとかがいますし、アクセラ持ちの巨大フォロワーが多いのでそれでどうにかなったりもしますし、意外とライリーを引き切っても問題ないんですけど、引き切ると致命的に面白くなくなります。言ってしまえば一昔前の秘術ウィッチと同じになるので、なんかそれだけでもう使ってて飽きるんですよね。これもまた難しいお話です。ただそういう感情がない場合なんですけど、普通に使っていてパワーを感じることが多いんですよね。ランプには爆速火力でリーサルを決めたり、ミデロからのデカ盤面パメラとかで買ったり、直接召喚ライリー裏のエンペラーゴーレムくんがめちゃくちゃ処理しにくくて勝てたりと、とにかく色々と勝ち筋が用意されています。そして疾走カードが環境に少なくバーンダメージが多い関係上、天空の掌握の融合変身で6ターン目をガードしつつ7ターン目待ち。それでミデロからのカウンターが結構繋がりやすいんですよね。おそらくティア3か4付近のパワーだとは思うんですけど、それでも環境で十分戦えるパワーはあると私は思ってます。ライリーを引くとなんか萎えますけどね。そこはパワーとはあんまり関係ありません。アグロムーブで攻めつつ相手の体力を減らしていった場合、ライリー1枚手札から出すだけで勝てたりする場合もありますからね。結局なんだかんだ言ってもエンペラーゴーレム君が処理されなければ最強みたいなところがありますし、そこに重点を置きつつ6ターン目は耐久。最終的にミデロで運ゲーが最高です。なのでバランスは結構いい感じなんじゃないんでしょうか。一応間に合うなら機械ウィッチも止められますからね。狂乱も火力で勝てる場合があるでしょうし、いろいろといいポジションだと思います。あとは直接召喚を直接引かないことだけ。それだけです。ビヨンドでは山札以外にプールがあるといいですよね。プールがあるというか低コストファンファーレでリーダー効果にしておくとか、今の仕組みでもできる形にしてほしいなって思います。式の化身とか場に出てきましたし、できるとは思うんです。多分ね。そして今更ではあるんですけど、多分式の化身を動画にしたことがない気がします。ボーリングやってるみたいで可愛かったんですけどね。使いどころがあんまりなかったような気がします。動画投稿を始めてから唯一例外かもしれません。好きなポーズしてたんですけどね。均等に。戻れ、湿って、ルテンスル、湿って、ルテンスル。素晴らしい腕前です。ラララライ。ということで秘術ウィッチでした。こう見ると秘術ウィッチはカードが揃ってますね。しかも派生も結構多いですし、いいカードデザインだったように思えます。ビヨンドでも続投するのかな？アニシャドウ輸入するならありえそうですね。そこそこ楽しみです。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。